ないやつだもんね。だ、 だって誰のがね、明美を口説いてるって思われるのが一番恥ずかしいんだぞ。世の中で。恥ずかしい。わかる。これは絶対ダメだよ。そうだろ？これはダメ。だから向こうからしたら総選挙狙いってのもあるんだろうね。はい、昨日でしょ、だってこれ。昨日。だからやっぱそういうんじゃないの？そういう噂が入ってやっぱ。ああ。そろそろってことじゃないの？でも、これは恥ずかしいね。これは狙ってると思われたら。うん、これだけはもう、うん。だって一番恥ずかしいだよ、今世の中で。一番ではないけど、まあまあまあ、うん、上位だよね。そうだろ？うん、誰のあれはダメだ。これはクソニュース。クソだね。クソですよ。茨城県草っぽ。菊池亜美、毛を抜く。ん？いいよ。タレントの菊池亜美が毛を抜いたとの情報が入ってきました。菊池は2ヶ月に1回のペースで全身脱毛しているとのこと。全身脱毛ということはあそこのおけけも抜いちゃっているのか気になるところであるが、好奇心旺盛な菊池のこと、きっとパイパンにもチャレンジしていることがある。いや俺ね、菊池はみはパイパンだと思うな。まあ、うん、そうでしょ、うん、いや絶対そうだよ、うん。菊池亜美ってでも水着になる人？ならないんじゃない？ならない？そうじゃないの？わかんない。そういうアイドルはだからみんなパイパンだって話は聞いたことあるよ。そういう。だから、なんか水着になるようなアイドル。だから、まあ。ちょい残しじゃないの？いや、もう、絶対に毛がやっぱ見え、出ないような感じで。うん、ああ激しい、水着とかでも激しい動きとかでやっぱなると。ああやっぱ絶対パイパンしなきゃいけないっていうか。ていうかもう流れが、世の中の流れがもうパイパンでしょ？いや、それ本当なの？それさ、よく言うけどさ、俺、嘘だと思うんだよね。いや、パイパンだよ、パイパン。あれ、何？最近やってる？そういうの、矢作が。で、それで今、あれなの？パイパンの子がいなかったから、そういう今意見を言ったの？いや、そういうんじゃなくて、うん、そんなことを世間では言ってるけど、うん、実際はもうしてないんじゃないかと思ってんの。勝手になんか誰かが、うん変な道端アンジェリカみたいなやつがさ、うん、パイパンが当たり前だぐらいな、うん、日本は遅れてるみたいな、うんはいはいはい、なんかファッションリーダーかどうかもわかんないようなモデルがいるじゃん、そういう。うん。すごいいいよだけど、どうか。いや、だからそういうのに流されちゃってんじゃん。そこまで言わなくてもいいじゃない。そんな、今別にね。いいね、うん。パイパンはでも、いや、よく俺、女性はなんかね、毛があると不潔だみたいなこと言わない、うん、女性同士でなんかそういうことを言うでしょ、男からしたら全然わかんないんだけど、その不潔の意味が。へぇ、うん、でもなんか言うよね。もう何年も前からもうそれ当たり前になってんでしょ。菊池亜美絶対パイパンだと思う。だね。うん。かけるよね。みんなそうだよ。絶対そう。そうだよ。で、菊池亜美の場合はだから絶対パイパンだってこっちが言って、うん、それで、菊池亜美は、違いますよ、って言うじゃん。うん、ね、うん、いや、絶対パイパンかけてもいい、って、うんうん。で、パイパンじゃないんだったら見してみる、って言ったら、見してくれる。見せてはくんないだろう。なんじゃ、本当嘘だと思うんだったら、ね、うん、嘘じゃないんだったら見してくれよ、って言ったら。うん、そうね。ちょっとだけですよ。いや、それはないよ。多分告白する感じは多分パイパンですって多分そこで言いそう。このニュースはそうですね。このニュースクソ。うん。続いてはですね、うん、ラジオネーム茨城県居酒屋店主ね、はい、クリス松村の番記者。うん。クリス松村、とある娘に怯える。うん。お姉キャラの代表格でも有名なクリス松村さんがとある娘に怯えていたとの情報が入ってきました。はい、娘の正体に注目が集まっているところだが、なんとその娘とは人間ではなく、鳩の娘とのこと。鳩？うん。自宅でバラを大量に育てているクリスだが、そんな情報もあるのね。緑を求めて、ここ数日、鳩が家のベランダに訪れているらしく、はいはい、室内にいても鳴き声でわかるレベルで、うん、来る頻度も多く怖いと怯えている様子。
クリスの家の構造上、鳩がたどり着くのは容易ではないらしく、追い出すのも一苦労で、もう来ないでと心から願っていた。それにしてもなぜ鳩を娘と言っていんのか気になるところ。その疑問に対しクリスのただの勘だと述べていた。その話。なぜ娘って言ってるんだろう。鳩なんだけど、なんか娘っぽかったんだよね。いや、俺、その番記者だから最後すげえうまくまとめてくれんのかと思ったら、うん、全然だったね、今ね。よくわかんなかった。ね。これニュースは。そう、クソです。そうですね。はい。はい、こんな感じのしょうもないニュース募集します。うん、先は郵便番号 107-8066、TBS ラジオ木曜ジャンクおぎはぎのメガネビーキクソステーションの係、メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。おいやー、この前までお姉ちゃんたちは壁ドンなんてのをやられると嬉しいって言ってたけどよ、なんか最近じゃ顎食いだの肩ずんだの出てきて、しまいには俺こすなんてまでのまで出てきたらしいな。その俺こすってのは俺のコスチュームをかすって意味なんだって。いつ言うんだっての、もう何でもありじゃねえか。でも流行ってるっつうから、おいらもお姉ちゃんによ、タケちゃんマンのコスチューム貸しちゃったらよ、お姉ちゃんたちに借りパクされちまってよ、俺の借りをパクッとされて、あー気持ちいいってバカ野郎、くだらねえこと言ってんじゃねえぞ。それじゃあ行くぞ、2時11分出たタケシ。なんで用意しとかないの。ラスベガスででかい試合があったり、最近これが盛り上がるっつうことで早速行ってみましょう。こんなボクシングは嫌だ、手を使わない、これ嫌ですね。ボクシングなのに手を使うのが禁止でね。じゃあ手を使わずに口だけで行かせてみて、ああ。ああ、でしょ。ねえ。男対女だ。ここも嫌ですね。男対女の試合が組まれちゃってね。男が殴ったら最低、クリンチしたら痴漢なんつって女が文句言うから何もできなくなっちゃったりして。でもクリンチできない代わりに、クリちゃんいじったら意外とおとなしくなりましたってバカ野郎。判定が国民投票だ。これはですね、どっちが勝つか決める、勝ったか決めるのがジャッジじゃなくて国民投票でね、大阪のジャッジは100点中9点ですって、それ、オイラたちだっての。亀田三兄弟じゃなくて、道端三姉妹だ。これはですね、亀田三兄弟かと思ったら道端三姉妹でね、亀田光輝、大輝、智樹じゃなくて、道端ジェシカ、ジェシカ、あと、ジェシカ。ちょっと今生が出てこないけどって怒られてのつうわけで、今週は以上です。今週メールをくれたレオナルド・デカチンポは、ラジオネームネルソン、パイオーツ・オブ・カリビアン、五本木太郎、モッチョイ、以上のレオナルド・デカチンポでした。次回のテーマ発表するぞ。うちのスタッフも話題のこれの店にうちのスタッフも話題のこれの店に行ったっつうことで、こんな相席は嫌だってこい。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキのメガネリーキー、ラジオネーム琉球の暴れメガネ、うん、もう2時回ったんですが、うん、あのメッセージテーマ何ですかっていう今日のメールテーマ。確かに今までこんな遅かったなかったね。そう、今日はもう自由、もう自由でいいのね。今日はね、自由です。もうこんな時間だしね。そう、もう好きなもんでいいのね、まあ、ゴールデンウィーク、うん、何やったとかさ、こんなことしてた、何でもいいよ、うん、はい、うん、なんでもいいのね。知らないやつとかさ。うん。なんでもね。